どうでしたか。じゃあおめでとう。おめでとう。改めて。いやありがとう。もういやびっくりした。いやめでたい。いやびっくりしたね。めでたいね。27歳俺だけ言ってねえよ、おめでとう。ちょっと亀裂がね、ちょっと亀裂がさっきからね、バチバチだね。22おじさんや、まあ、そうね、うん、でも20超えたら分かんないけど、自分でね今早いよね、でも早い。だって今年始まってもう1ヶ月過ぎたって早くない、うん、普通に冷静に考えて。いや、ほんとよ、確かに確かに早すぎる。髪の長さもね、早いよ、ね、そうな、確かに俺の髪の長さで分かるかもね、なんか確かに確かに確かに、もう一回切ったらいいけど、もう一回剃った方がいいんじゃないかな、ね、うん、もう4月1日で1ヶ月後にリセットしてリセットしていいやん、1ヶ月後4ヶ月伸ばしたね、これ頑張って。あ、そうなんだ、うん、4ヶ月伸ばした。でも確かに前回切った時よりはなんか伸び率良くない、ね、うん、前回の方が伸びてた気するのかな。どうだ、いや、お前今の早い気がする。栄養不足ちょっと今の方が早くない？そうだ、え、わかめとか言ってる、わかめとかそう食いまくろうマジで、うん、じゃあもう一回切って、ね、検証動画ある。あー検証するか、いや、体張るのすごい。まあまあ、じゃあ22歳のじゃあ何が、そうそうよ、豊富っていうかチャレンジしたいから、ね、そうよ、それ聞きたいのよ、それで聞きたいね。でも今聞きたいよ。今貯金がもうほんとないから、うん、でとりあえず金を貯めたい。おいくら、おいくら、うーん、まあ20。おー、奥奥じゃねえ、表つけてあ、ごめん、表つけやってるからさ。20桁は6桁、いやいや20万、まあ、おー、20万よ、わ、行きたいね。いや、行けるかな。え、それはいつまで？いや、今年はね、今年中、うん、え、今年中少なくね、それなの20、今年中ちょっと食べたい。20、そうね、まあ今ね、だその家も借りてるし俺だから、うん、金がね、あの本当に減ってくるの。なるほど、だからちょっときついかも。引っ越しでもだいぶ金かかったしね。あ、いや、引っ越しというか、まあそれ初期費用とかね。なるほど、自立して一人暮らしどうだ、もういける。いやいや、でも、いや、まあまだね、まあいろいろ揃えてはいるくらい別に、うん、うん、だからそうね、金を貯めないとね。うわ、ちなみにどれぐらい月え貯める、何が、その収支、その支出か、そう、支出と、そう、収入プラマイでどれぐらいの1ヶ月。え、だから、いやいや、今は分かんないけど、だから、うん、今は赤字、ほぼ赤字、まあね、そうなんね、そうね。まあ、だこの冬は俺150万飛んでるから。何使ったの？なんでそんな。じゃあゼロゼロ。150万直やってゼロになったから。何に使ったの？いや、海外旅行とか。もろもろ。月150万以上稼げば、まあ、プラス収支にはなるね。なるほどね。じゃあ月150万稼げばいいのね。年収、年収。無理。1800万。いや、無理。ああ、計算余裕や。計算早い。早い。さすが。計算が早かった。いやいや、マリカしてるからさ。何？関係ない。関係ない。マリカ、そう、結構捨てるとね。計算早くなる。何が桁とか。何が何の計算もするの？ん？何の計算もするの？え、その順位取ると何ポイントみたいなのが。あ、そうなんだ。まあ、そういう、そういう一桁二桁計算は。あ、いいね。子供とかできたらね、ソロ版じゃなくてマリカ入れたら。あ、確かに。教育として。なるほどね。新しい。わっち頼むわ。何を？先生のそう息子にはそれやって、そう。じゃあ検証しよう。じゃあそれ検証してみる。うん、検証しよう。それは今年の抱負。違う？じゃあ、まあ確かにマリカやって安全早くなりたい。なるほど。じゃあそれ抱負しよう。それ抱負するの？それ抱負します。こんな話でいいんですか？オッケー。ありがとうございました。ありがとうございました。